私たちはあなたの自由を守る地域政党です。その名は自由を守る会。自由を守る会は県政史上初めてともいえる保守改革を目指す女性が代表の自由主義地域政党です。私が代表の上田玲子ことお姉です。私は普通に働き、普通に結婚をし、普通に子育てをし生きてまいりました。とっても当たり前のことです。でもその当たり前を実現することがどれほど難しかったでしょうか。日本は法治国家、経済大国というのに、普通の人が普通に幸せになることがなぜこれほど難しいのか、豊かに自由に暮らせないのか、善良に地道に生きる人が理不尽不当な目になぜ遭うのか、泣き寝入りや我慢をしなければならないのか、拙い地道な活動を通じて私はたくさんの人の泣き笑いを目にしてまいりました。そばでおろおろすることしかできず、理不尽に耐えきれないことがありました。政治の主役は国政政党でもなく、政治家でもなく、官僚でもなく、国民です。ごく当たり前に幸せに暮らしたい、そしてその幸せに暮らすために自由な意思を持って自分の人生を決めていきたい、そうしたささやかな夢が叶う日本にしたい、それが私の原点です。今までの国政政党は永田町のコップの争いに終始し、目先の票集め、場当たり的な政策を打ち出し、そのツケはすべて子どもたちに回っています。それでは今の政治体制に何かと反対ばかりしている野党が本当に改革をしてくれるのでしょうか。庶民の味方なのでしょうか。私たちは国会や地方議会での彼ら彼女らの行動をつぶさに見てきました。だからこそ違うと断言できるのです。観光楼、自治楼、日教組、全協、連合といった労働組合の組織内候補、支援を受けている共産党やいわゆる民主党系の議員、彼らは恵まれた公務員、そして一部上場企業の労働者、役所の既得権益を守るためだけに議員をやっているとしか思えないんです。また人々の不安を煽り、恐怖感に陥れ、個々の生活や悩みに寄り添わないイデオロギー、プロパガンダ、政治活動も私は心から許せないと思っております。では政府与党であれば皆さんの味方になる政策を実現してくれるのでしょうか。私たちはやはり違うと断言できます。与党も野党も世論を欺き、一部の既得権益を守ることが自己目的化しているのです。そこで国政政党、業界団体、労働組合、イデオロギーと一線を画した地域課題を一つずつ解決し、政策を実現する議員を議会に送り出すことが必要だと、地域政党自由を守る会を志を共にする地方議員と共に2014年11月の衆院解散直後に設立したのです。それを実現できるのは既存国政政党ではない、イデオロギーもない、しがらみもない、私たち自由を守る会だけなのです。2012年自民党に政権が戻り、大胆な金融政策、機動的な財政政策、
民間投資を喚起する成長戦略の3本の矢を掲げたアベノミクスが強力に推し進められてきましたが、成果はどうだったでしょうか。私は25年前、マタハラで会社を泣く泣く辞めました。保育園は足りず入れない。八方塞がりの中、江戸川ワークマムを99年に設立し、地域を駆け回っていくうちに、いつしか私は、お姉と呼ばれるようになりました。お姉、頼むよ。政治を何とかしての声を受けて、江戸川区議会議員に2007年、初当選してから10年余りの報復絶当の議会活動を経て、現在があります。子どもの出生数は明治からの統計開始以来、初めて90万人を割ってしまいました。皆さんもニュースで危機感を覚えたはずです。少子高齢化は約束された予測可能な未来だったというのに、有効な資源分配は先送りされたまま。本当に投資すべきは、子育て支援、女性、若者の就労支援だったのではないでしょうか。25年前に人口も多く生産可能年齢だった団塊ジュニア世代に保育園待機児童問題が解決していたらガラッと違っていたのではないか。今でも悔しくてなりません。今私はこの長い戦いにいい加減ピリオドを打ちたいのです。日本を滅亡させる少子高齢化問題を解決する唯一の秘策、それが子ども・子育ち支援。お母さんを支援し、子育てしやすい環境を作り、そして若者たちの就労支援をすることで、高齢者や障害者といった社会保障を支える働き手を増やす唯一無二の秘策、それが子ども・子育て・子育ち支援です。アベノミクスが主権的・家父長的な政策だとすれば、私たちは戦う母性・母ノミクスです。子ども・子育て・子育ち支援とともに、私たちは共通した横軸の政策を持っております。それは徹底して自由と人権を守り、生かしていくということです。そのためには、時に知事や区長、市長、議会全体、行政を敵に回し、たった一人でも徹底的に戦わなければなりません。しかし、古い議会の予定調和、同調圧力に負けて、不和雷同してしまう議員の何と多いことでしょうか。自由を守る会のメンバーは、各議会で孤軍奮闘をしております。徹底調査による揺るぎない証拠をつかみ、議会でしっかりと指摘をしていけば、議会は動く。政治の力で行政が変わるのです。その原動力とは何でしょうか。それは勇気です。勇気があれば、たった一人でも政治を変えていくことができるのです。ウィンストン・チャーチルの言葉をお姉語訳で紹介させていただきます。お金がなくてもなんとかなる。名誉を失ったってへっちゃら。でも、勇気を失うと全てを失う。既得権益べったりの国政政党、既成の政治家からは世の中を良くする風なんていくら待っても起こるわけがありません。風を待つのではない。お任せなんてまっぴらごめん。皆さんの勇気が一つ一つつながっていけば、大きな力になって地域から世の中を一歩ずつ変えていくことができるのです。さあ皆さん、お姉と一緒に自ら勇気の風を吹き起こし、自由の大海原に漕ぎ出しましょう。